さて、せっかく阿蘇に来たんだからということで、阿蘇の小国の方にあるそば街道に現在来ております。お正月からね、空いてるお店がありましたんで、そこに今から行ってみたいと思います。 GoodAir.com インターネットラジオ GoodAir.com presents 九州トークバラエティ DJ 健太郎中村フリーレディオタイムスラブスティック。さて、お店はこちら、そば街道我もこう。お、牛丼もある。ここ行ってみましょうかね。いいね、いい感じやね。ここ雰囲気がいい。あと水も綺麗そうだな。2人っす。おーい、どれ、赤牛南蛮さん、うまそうね。でも高いね。千鳥あんかけ極太そば、メニュー見ていきます。どう、おー美味しそうね。すずらんぜ、やっぱ高いね。でもね、どれ食べましょう。あ、リーズナブルになってきた。さあ来ました。阿蘇のお蕎麦、なんでクルクルするんですか、なんでクルクルするんですか。あんたが取ってたのね。蕎麦が湯の七草、どうも。はい、ほい。棚もうまそうね。山芋たっぷりやね。いいな。ではいただきます。そばから。わさびにネギ。うわ、これ練りわさびじゃないの、生わさびや、ね。ではいただきます。うん、うん、歯ごたえやば、めっちゃうまい。くめちゃめちゃうまいぞこれ。やばい。うんね、歯ごたえすごくない。うまいわこれ。なんだこれ、やっぱ阿蘇のそば違うな。これすげえよ。うん、うめえ。おお、あったけえの、あったけえの。これはこれで出汁もうめ、濃い味の出汁なのにすっと飲めるな。いや、山芋入れろや。じゃあ、そばがゆの七草がゆ、これですね。あ、うまい。優しいわ。うわ、やばい。そばの実かな、が入ってる。ね、うん。うまいやろ。めちゃくちゃうまかった。なんで大盛りにしなかったんだろう。これもなんかそばの豆腐って書いてある。おいしょ。いただきます。
結構朝は田楽とかも食うよね。いやー来てよかったねこれはね。大成功ですな。マジでうめえ。ごちそうさまでした。うまかったね。やべえ。いやーうまかったっす。マジでここおいしい。もうね、あの今まで阿蘇のそばって竹だけじゃんぐらいの気持ちでいたんですけど、マジでおいしかったんで、またねちょっとこの阿蘇のおそばをいっぱい食べるという楽しみができました。ぜひ皆さんも阿蘇に来たらおそばを食べてみてください。キャンピングロープスタイル。TV をご覧の皆さん、おはこんばんにちは。ゼウス、シャネです。2人合わせてサネウス、よろしくお願いします。高島の YouTuber、さすまジャパン TV として、毎日投稿を頑張っております。この動画を見た皆さんも、いろんな方に拡散していただいたりとか、さすまジャパンという名前でいろんな方々に売り込んでいただいたり、うちらの動画を見てチャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします。というわけで明日までチャンネルます。鹿児島の魅力や観光地をお伝えできればなと思っております。はい。これぐらいじゃあ冬の花火っていうのもいいもんですね。ちょサンダおおおおやらすぎでしょ。サラあああサラもドラえもんだよ。ドラえもん何そのキャラ。